僧侶は組織や仕事を束ねる中心人物である。胸と量という建物において重要な構造を例えに用いた言葉。昔は武士や僧侶の社会の筆頭格を指すことが多かった。現代社会では大工、石膏の元締めや現場監督、現場代理人などを指すことが多く損傷として扱われる。 単なる土木工事現場の現場監督などが棟梁と言われることはない。親方と類義語であるが、大工、石膏以外の親方を棟梁と呼ぶことは少ない。高貴な建物を建てる棟梁を古来、万象と言い,い、建築すべてに携わる者に災いが起きぬよう邪気を払い去る、恩苗堂の祭祀祭礼の技法を持ち合わせていた。その儀式を万象胸上土だと言い,い、 戦国時代、恩明氏が迫害を受けても、刀鍛冶と同様、高い地位に位置づけられた板象が、口述現象し、後に書物化した、木割書から、仮想は生み出されたものであると、名工大名誉教授、内藤正は述べている。この儀式を保存するため、昭和43年、板象保存会が設立され、2014年、300年ぶりに再建される、幸福寺で、 この儀式が披露された。上等式に飾った平屈と浜屋を担いで練り歩く当領了送りの様子を描いたもの。歌川広重、名所井戸百景、大電間町語福展。昔は上等式の後、現場から投領の自宅もしくは下小屋まで練り歩く当領了送りが行われていた。自宅では宴席が設けられ、職人たちには祝儀が振る舞われた。また、 胸常識で祝宴を済ませた棟梁を家まで送っていくことや、棟梁をねぎらう、祝宴自体を指すこともあった。大工送りとも言った。登場式に使った梁や、兵駆史、蜘蛛、趣向などを建主からもらって帰ることから、矢送りとも言った。多くは、荷車に、世主から送られた米や餅、酒、魚などを乗せ、木ありなどを歌いながら、大勢で棟梁を家まで送るが、 トびがそれを取り仕切る地方もあれば、米俵の上に棟梁をまたがらせたり、道中見物人に餅をまいたりと形式は地方によって様々だった。柳田国夫は胸常識に集まった親戚知人らが棟梁に従って新築の家を3回回り、その後家の図面を描いた板を担いで歌いながら棟梁を送る様子や、 塔両宅に持ち込まれた酒樽や米だわらを家の前にしばらく飾っておく話などを記している。ありがとうございます。